はい、たくみソフトです。今回も父独語館をしてまいります。今回は2019年11月号特集、語らざれば憂いなきに似たりです。そして独語館する箇所は連載第101回20代をどう生きるかというところで、今回の、記事を寄稿された方はビジネスコンサルタント広和社長の和田ひろみさんになります。こちらから私読後感を進めてまいります。こちらを読みまして、本当に退路を断って戦ってきた人の言葉、この人生観というのはもう他と比べようがないぐらい強いなってことを感じました。退路を断つって簡単に言いますけど、私たちの人生の中で退路を断つってことあんまりないんですよ。例えば社会に入ったら、皆さんまず保険入りませんか？車買ったら任意保険とか自賠責とか保険入るでしょうし、生命保険入ったり、がん保険入ったりね、そして厚生年金払ったり、まあ、サラリーマンの方は当たり前にします。自営業の方だと、国民健康保険払って、これは義務ですね国民年金ですね、国民年金払って、国民年金じゃ足りないからって言って小規模事業共済かけてみたりとかね。つまり保険かけたいんですよ。何かあった時に、何かあった時のための保険を私たち後ろにいっぱい背負うんですよね。いや、背負いやすいと思います。でもこの今日のね、和田さんから学ぶことって、和田さんって方はこれそういう後ろ盾の保険ってないんですよ。保険のない中で、明日生きていくお金、明日家賃を払うお金、そういうものの恐怖ですよね。払えないかもしれないっていう恐怖ですよ。このこうせめぎ合いの中で戦い続けて自分のビジネスの活路を見出していった、そういう方の寄稿文なわけですよね。もうとてもとても次元がやっぱり、違います。通ってきた厳しい道が違います。だからやっぱり視点も当然ながらものすごくシャープですね。切れ味がいいなっていうふうに感じました。ただじゃあずっと攻めできたのかというと、安定する、精神を安定するための工夫というのはきちんとされてるんですよね。つまりずっと厳しい緊張感の中でビジネスを遂行してきたのではなく、緊張感をどこかで緩めるため、どこかで安心感安定感を求めるために、そういうものを自分で工夫して作っておられる、そしてそれを乗り越えるとまた一つのステージが上がっていくというね、まさに本当に右肩上がりじゃないですけど、どん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 上っていくようなね、すごい、まあ戦術っていうんでしょうかね、戦略を持って戦術を立てていっている、そんな歩みに感じられました。そしてやっぱり生きる姿勢も厳しい、厳しさがやっぱり必要なんだなということを学びました。私もサラリーマン時代に、よく上司ができないって言うなってよく言ってました。私もよく言われたなと思いますね。私はすぐ弱音を吐くタイプだったので、できないって言いたくなっちゃうんですけど、上司はできないって言うなって、できることを探しなさいって、でもごもっともなんですよね。ただこの方が似たようなことをできないっていうことを言わないというようなちょっとで似たような表現してますけど、もっと厳しかった、もっと厳しいことですよ。この方が言うできないっていうちょっとレベルは、ちょっと私が言うできないのとはもうレベルがちょっと違う、そういうレベルを感じますね。でもそこを乗り越えてきたっていう、だから今があるっていうね、まあ、すごい方だと思います。
ね、この方の教訓の中にね、仕事が辛いと思うのは、それは何か間違ってるからだと。何か間違ってるから辛いんだよって、楽しくなるはずだ。つまりこの方はですね、できないって絶対に言わないですよ。できないところをできるに変えてきてる、楽しいに変えてきてるわけですね。この力が全てであろうと思います。まあ、20代をどう生きるかっていうね、テーマで、寄稿されてる文章ですからね、20代の方に、激を飛ばす、そして20代のその爆発力、推進力の凄さ、強さというのをもう身をもって、体験され、このように寄稿されている。本当にね、20代の方にはね、ここの文章をね、熟読していただければいいのかなと思いました。しかし私50代です。50代の私もですね、このことをすごくちょっと反省しました。退路を立てと、ね、今保険いっぱい入ってます。私もね、保険だらけかもしれない、ね、年取ると保険ばっかりになるのかってちょっとね、危機感を持って、自分も退路を立つ思いで、一つごとに集中して、できないと言わない、できるんだっていう思いで仕事に従事していければなというふうに思いました。はい、今日はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、また。